さあ、いけた。ああ、よかった。OK。いいかな。ああ、よかった、よかった。ティアゼロってなんだろう。あ、みどりさん、こんばんは。エールありがとう。ティアゼロってなんだろう。なんか新しい要素が入ってるっぽいな。ティアってなんだろうな。やってればわかるか。この一帯は倉庫にする予定なので、とりあえず整地。ね、デイリーミッションらしい。デイリーミッション、なるほど、ありがとう。謎システムだな。梅桃さん、こんばんは。前回って何月に17やってたんだけど、2月、うん、いや違うな、え違うな、え違うかな2月、え、ミルダムと YouTube と17を同時にやってた時期ってあるっけ。12月にやったのは覚えてる。その後1回、2月だっけ、なんかやったような気もするけど。で、なんかその時に条件が変わってたんよな。なんか、カムバックキャンペーンが11月、12月にあって、で、その時と比べて条件が結構違うな、みたいな。で、運営から連絡が来るのが遅くってみたいなのが、12月以降にあったと思うよ。それ以来かな。2月に配信されてますけど、2月か。え、2月って D3 体、ミルダムの D3 体をやりながらみたいなことか。 D3 D2 D1 C3 くらいまでか。4週だから、ゲームライバー応援ベビーを梅桃さん、ありがとう。ミルダムも17くらいギフト分かりやすくしてくれたらいいのにな。ノナメマンさん、いいね、ありがとう。エールありがとう。名前見たことあるな。多分前来てくれてた方だな。ノナメマンさん、ね、5月はミルダムじゃないわ、17。5月の1ヶ月間とりあえずやろうと思って。みどりさん、猫ぴょんぴょん、ありがとう。お花見日和、ありがとう。17ベイビーも久々に見たな。アーカイブアップしていこうと思ってんのになかなかできてないんよな。
アーカイブね、まあ、特にミルダムのアーカイブはアップした方がいいんだよな。緑に伝えるありがとう。なんかこのレベル感がさ、レベルの感じがあれだね、なんか慣れない。俺もレベル24か自分のレベルがなんぼなんかもう覚えてない。レベル24か。どうしよっかな。この一体を、一体全体を、一体を全体的に倉庫にする。どうしようかな。まずこのネザーゲートを、あのこのネザーゲートがある場所、なんか建物建てるとして、そこはなんかざっくり置ける場所にしようか。でとりあえず置いときたいみたいなのを、もうとりあえず置いとける場所を作って、で後でまとめて割り振れるようにしていこうかな。もう倉庫、まあ、美しくやってはいくんだけど、まあ、何より使い勝手がいいようにしたいので、その場所結構いるかな俺的に。どういう素材でやろうかな。問題はそこよ。桜子さんいらっしゃい。梅桃さんいる、ありがとう。素材を持ってこなきゃいけんな。危な。よいしょ。私は今日は無料ギフトは消えてしまっているので、ロシアン送ります。あ、ロシアンありがとう。あ、今俺なんかイベント適当に参加してるから、これもう適当に参加してると思っといてね。昼間イベントに来ましたから。なるほど。スクショボタン生きてるかな。おお、わあ、なんか何 UFO 襲来ありがとう。あれか、ロシアンか。地球防衛ロシアン。あ、損してます損してた。地球防衛ロシアン、なかなか派手だったけど、宇宙の、宇宙じゃないわ、 UFO の存在感はあったな。300の出したね。300が100になるのはまた17さんもアコギな商売をしておられますな。どこの国に行くを開く、アメリカいただきました。700すご、700すごくない？トントンです。あ、それもあれなんだ、それもランダムだね。あれ、これ一回下に持っていこうとしたんだっけ。下に持っていこうかって。これ安山岩だな。
どうしたら面白いですね、当たり外れが。そうだね。やっぱこう、毎回、投げた本人でさえ、何が出るか分かんないっていうのが、飽きないよね。飽きさせないよね。よう考えたよな、ロシア。ギフトをロシアにするって、ロシアンルーレットにするっていうのは。みどりさん、エールありがとう。よく考えられとるわ。謎の部屋ができたね。謎のだだっ広い場所が。まあちょいちょいこれ石はもう下に移しながらだな。あとこれ石、あ、まあ石の場所も向こう作るんだけど、あ、そうか。この中に全部入れなくてよくねってなって、で、倉庫っぽい地域を作ろうと思ったのか。梅本さん、今日は以上にしておきます。みんながもっと来たときに めったに見れないのを送りたいです。おー、ありがとう。梅本さん、エールありがとう。あれ、4月で終わるんかな、まあ、分からんよな。新人に送ったら300コインもらえるやつ。なかなか熱いよね。新人に。投げるだけで300コインっていう。で、合計1ヶ月で4500コイン。なんか、見た、イベントページ。太っ腹よな。それは今日で一旦終わりました。5月もすればいいのにね。ほんまに。5月もしちゃいなよって思うけど。17に。運営に。ゴールデンウィークはでもまた力入れるんだろうなぁ。でも、そんな気はする。5月待ってほしいですね。やっぱその、一回なんか、このタイミングでやってほしいよな。素材でそこをやろうかな。なんか普通にやっちゃうと石関係になっちゃうんだけど、どうしようかな。普通の素材ってなんだっけ。ああ、カシの木とかは結構普通か。どうしようかな。どうしようかな。悩むな。なんか俺がやるとやっぱり石レンガとか、やっぱそっち系になっちゃうんだよな。石レンガ、中央だから結構重要なんやな。まあ、持っていって考えるか。刺す必要はないのかな。いいか。
あ、そうだ、苔のやつもらったんだった。まあ石レンガ系、あ、安山岩系、違いでした何みたいにサイドありがとう。花崗岩を多分どっか入れたいよな。戦力岩は割といっぱいあるから、まあ、この辺駆使して何かやろうか。インターフェースが変わったのであちこち見てます。なるほど、ティアゼロみたいなのが配信画面の上にあるんだけど、ちょっと一旦ねこれ持っていこうかな。配信者のミッションですね。あ、ティア。なるほど。なんかさっきみどりんさんも教えてくれたんよ。俺だけよく分かってなくて。配信者だけ分かってないっていう。ありがとうございます。デイリーミッション達成したので報酬として経験値300をゲットしました。クリアしたら昇格するみたいです。何が昇格するのか分かりません。いやほんまにほんまそれじゃな。経験値もらったけどこの300がでかいのかどうなのかさえ分かんない。すごい。メモさんエールありがとう。なんか17はなんかあれだね、インターフェース的になんかこのちょっと派手な感じが楽しさを演出してくれていいですね。派手な感じが楽しさを演出してくれていいですね。梅桃さんエールありがとう。みどりさん今のはコメントが20件いったから達成したらしい。ほう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 。ああまあでもこうやって書いてくれるからさ、あのあれだけど、なんて言うんだろう、なかなか達成、いつも来てくれる人がいなかったらなかなか達成できないよね。確かにそう言われてみると、恵まれとるで、恵まれとるで。でも作業台と石のあれを、かまども持ってこうか。かまどセット、かまどセット持ってこうか。かまど、あでもどうせ経験値かまどとかもいるよな。2個と1個でいいかな。経験値かまどと
普通の。これデイリーなんですね。ウィークリーもありました。いろいろあるんだ。なんかいろいろ仕様が変わっとるね。危ない危ない。あ、というか、こっちか。てか、あれさ、こっち側にずらしたらさ、そこで行けるんだね。ちょっと遠いよね。遠いけど、あっちにしたら近すぎるんかな。僕もデイリーミッションになってます。ライバーにお願いしましょうって書いてます。しよう。これいいのかな。ベビーコイン3万。ベビーコイン3万っていうミッション。あれだ、思いっきりミルダムっぽいな。なんかポークも海外ではメジャーなのかな。なんかフェイスブックにもあるよね。僕は20人に戻らないといけないらしい。20人ってめちゃ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 やん。めちゃめちゃやな。めちゃめちゃやな。20人とか。どうしよっかな、どうしよっかな。行かないといけないこともないよな。梅本さん、コインはウィークリーが3万、デイリーが2000ですね。そこそこやな。梅本さん、エールありがとう。いや、デイリー普通に2000。これクリアしたらなんかめちゃめちゃいいことがあんのかな。経験値とかだけだったらあれよね。なんかなんていうの、合わんよね。なんかこのバランスが。あれ、俺黒いの持ってこなかったっけ。黒いの持ってきてないんだ。あ、てか、ん、いや、ないな。持ってきてないんか。入れてないよな。あ、入れたか。無意識に入れとるわ。あ、入れとるな。無意識だな。1234。ランダムにしなきゃよかったかな。まあ、1日で2000はなかなかっすよね。
まあ、クリアして、クリアしたらなんか本当、それこそクリアしたらベイビーコインくれるとかだったらいいけどね。ミッションは1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 ああ10、ここを中心に横10マスにしようかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 ああ10にしようかな。10四方にしようかな。みどりさん、予約配信、配信予約とタイムラインに投稿を月に2回やればその項目は達成できるみたいです。配信予約とタイムラインに投稿月に2回。なるほど。みどりさん、いろいろありがとう。梅桃さん、ラッキーでもう手に入らないと思うと寂しいですね。ああ、あれ、ベビーコインね、めちゃめちゃ一気にハードル上がったよね。数えて1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 あれ10マス目掘るんだっけ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 マス目は掘らない。10マス目に壁。デイリーミッション達成した。報酬として配信スコア、配信スコア500。あ、スコアか。累計配信時間30分はクリアできそうです。あ、30分はクリアするね。梅桃さん、エールありがとう。中央の1,2,3,4,5,6,7,8,9で、これで言えばここは掘らないでいくんやな。ていうか、またスクショ撮ってねえや。
梅桃さんエイドありがとう。あ、それが今達成されたんですね。ああ、あれか、スコア500のやつか。あ、もらったやつか。配信時間30ね。そうかも。みどりさんライブ視聴中ありがとう。合ってるかな、ちょっともう一回確認しとこう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10マス目が壁でいこう。ここ中心にして1、2、3、4、5、6、7、8、9、10マス目が壁。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10マス目が壁。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10マス目が壁。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、この正方形でいきましょう。この周りに違うの、みどりさんライブ、あ、これ読んだっけ、ライブ視聴者ありがとう。フルエイドありがとう。梅桃さんフルエイドありがとう。フルエイドありがとう。みどりさんいいなありがとう。35分、ちょっとこの床だけ終わらせたいかな。床だけ終わらせて終わろうか。どうしよっかな、こっから。なんかちょっとイレギュラーな感じにしちゃおうかな。
りるかな、足りるか、どうしようかな。こうだった。ミトリさん一緒に遊ぼう、いっぱいありがとう。お、10個いっぱいありがとう。十分くらいあるかな。ああ、ここ。これで行くか。じゃあここはこれで行こうか。で、その上で包むか。
どうせチェスト奥から見えなくなるんだろうけどね、これ。この綺麗になっても。変なとこついたの。白一本入れときたいかな。内側だけ。いや、外ありか。ありだな。なんか足りない。なんか足りない。7だから、え、 7？ ここは1、2、3、ここは中心か。ここに来た暗算が
でいいかな。ここに来て暗算眼を使う。いやほんま邪魔。羊から見てみようかな。うん。まあ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 。OK かな。よし、まあこんなところにしときましょうか。とりあえずこの大きさでこのネザーゲートのところのやつはやって、でここを軸にいろんな倉庫をこの地域に作っていこうかなと思います。はい、みどりさんお疲れ様、梅桃さんもお疲れ様。じゃあ終わりますね。遅くまでありがとう。じゃあまたよろしくお願いします。じゃあ終わりますね。ありがとうございます。終わります。